7.2インチ対地ロケット発射機 M17 とは第二次世界大戦中にアメリカ軍が使用した T37M25 7.2インチロケット弾を運用するロケット砲である。ここではロケット弾とその発射機の双方について解説する。アメリカ陸軍によって使用された兵器であるがその基本設計はイギリス海軍が採用していたヘッジホックにある。 短距離での地上目標爆破用兵器を必要としていたアメリカ陸軍は本来対戦迫撃砲弾であるヘッジホックに目をつけ DRT-37 の名称でコピー生産を行った2.25インチロケットモーターを装備したこのロケット弾は非常に高い弾頭ペイロードを持っていたその後も運用上の必要に合わせて射程の延伸や弾頭の変更などが行われ 第2次世界大戦の終結までアメリカ軍で使用された T37 最初の生産型で射程が非常に短い T574.5 インチ T22 用のロケットモーターに換装した射程遠心型 T21 化学弾頭を装備するもので後に M25 と解消された型目的に応じて弾頭の変更が可能であり軽量でもあったことから射程は T57 よりもさらに延伸した。記録では、円幕弾頭のみが使用されたことになっている。7.2インチロケット弾、T40、M17 多連装発射機7.2インチロケット弾のための発射機は数多く生産されたが、中でも最も多く使用されたのが、M17 多連装ロケット発射機である。当初、T40 という名称が与えられていたこの発射機は、 20連装のもので箱型をしており、M4 中戦車の砲塔に搭載された。左右の向きは砲塔を動かして調整し、仰具深くについては発射器と連結した方針を上下動させることによって調整する。装填は前方から行われ、単発射撃と一斉射撃の選択が可能だった。また、T34 カリオペ発射器と同様に緊急時の即時取り外しも可能である。 1944年頃から戦線で使用され始め、兵士からウィズバンというあだ名で呼ばれるようになった。詳細は T40 ウィズバンを参照7.2インチタレンソーロケット発射機 M17。ありがとうございます。